ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。ボンドカーズ浦和ツッキーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車がポルシェカレラ 4S 2020年式9700キロ、こちらのお車をご紹介します。やってきました。来ましたね。これ、はい、結構オプションがすごいんですよね今回。そうですね、はい、ちょっと今回1個ずつ拾ってご紹介させていただきたいと思います。でまた今回これ車の色がいいですよね、うん、ガーズレッドっていう。やっぱり山口百恵的に僕もちょっとそれ言おうかと思いました緑の中をこう走り抜けてるやつですよね。この間もお客様と話しててでその話したら振るとか言われてすいませんっつって意外にこう赤いポルシェにこう。そうですね、はい、真っ赤のポルシェということでちょっと共感が持てる。はい、いいんじゃないでしょうか、はい、でちょっと外観からいくとバンパーだったりは、まあ、標準の。そうですね、はい、ただこれ標準のバンパーも結構僕好きなんですよ。992のやつちょっとこうダクトが大きく見えてこう口が大きく見えてスポーティーじゃないですか標準の。スッと横一文字な感じでいいですよね。そして今回ヘッドライトは高いのがこれ一番上の真っ黒黒のやつだとこの中のリングも真っ黒黒、ね、そうですね、はいはい、ただこれ結構目つきがそのマトリックス LED ライトと普通のやつで違うんで目つきなんかも変わってかっこいいですよね。そしてあと月間さん知ってます？この992って外観とか結構その空冷時代に回帰してるらしいですよ。うん、このプレスラインとかあとこのボンネットのこう角っていうところ角っていうところとか、はい、だそう言われると確かにインテリアなんかも結構ちょっとクラシックなデザイン取り入れてるんですよね。スッとこう直線基調で、直線基調で後でそれは見ていただきますね、はいはい、横が今回このオプションのホイール RS スパイダーかっこいい。これかっこいいですよね。ボンド泣かせなもうローダウンスペーサーだけで出来上がり、はいはい、まあ、確かにそれで言っても本当にかっこいいぐらい。そしてホイールの中はまた超豪華オプションついてるじゃないですか PCCB。 これオプション金額びっくりですよね。140万円でしたっけ150万円ぐらいでしたっけ。まあ、必要あるのかっていう話もありますけどねいや必要あるんです、はいはいはい、そういうことですね、はい、カーボンセラミックにするとダストが出ないんでホイールが汚れなくなるんですよね。でこのドヤれるっていう。今回の車は PASM がついてるんで1センチぐらい車高も低くなってポルシェアクティブサスペンションマネジメントですかね、はいはい、これもいるのかいらないのか論争がありますけどいるんです。ポルシェは不要なものはオプションにしませんので。そうです、はい、こう自分で全部組み立てできますから。 そうですね、はい、そんなのがついてると。そして横行くとずっと行くと、まあ、後ろなんかもインチが1インチ大きくって20-21の組み合わせで。そしてもっとずっともう後ろまで行っちゃいましょうか。月村さんこのフィンのトリビア知ってます？ここ実は992にちょっとこうつながってるんですよ。1234567891192。本当すか？いや本当っすよ。本当っす、本当たまたまじゃないですか？違います違います。それドイツ人に聞いたんで、はい、本当なんですよ。992で992なんですよ、はい、だからちょっとそこもちょっと謝礼か分かんないですけど、うん、考えてデザインされてるらしいですよ。そして後ろもこのフォントもちょっとクラシックなデザインになってますね。はい、この辺もちょっと先代モデルなんかと比べるとおっていうポイントじゃないでしょうか。後ろ姿が992になってだいぶまた変わりましたよね。静観になりましたよね、うん、あとは今回の車サンルーフもしっかりついていると。じゃあ続いてインテリアをちょっと見てみたいと思います。そうですね、見ていきますか、はい、992、はい、僕この出てくるのが好きなんですよね。それかっこよくないですか？みんなにえそうですかって言われるんですけど、うん、かっこいいとは思うけど、はい、なんか昔の964とかのカチャッっていう ああいう感じが個人的には好きですけどね。そして開けると中がちょっと豪華っていうレザーインテリアがオプションの方が。そうですね、ついてるついてないだいぶ違いますよね、うん、ドアなんかもコントラストステッチになっててちゃんとこれグレー系のステッチになってて全部レザーなんですよね。まあ、しっかりこの辺もこれありなしで結構本当に見た目が違ってきますよね、うん、そしてパッと見で真っ黒毛、真っ黒毛なんですけどちゃんとシートのこのステッチで立体感があって、うん、で電動なんですよね。これ電動です、はいはい、リクライニングは電動のタイプですよね。そしてダッシュボードなんかもしっかり全部レザーで、高級感ありますよね、うん、でもやっぱりデザインはその言ってた古いポルシェの、はい、クーレー時代のポルシェにちょっと回帰してるというか、うん、特にダッシュボードの形状なんかはもう本当にこう直線基調で。そうですよね、確かにちょっとクラシックな雰囲気感じますよね、うん、そして今回ステアリングも高いのついてるじゃないですか、はい、
スポーツステアリング、センターマーキングあるタイプですよね。そうです、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。で今回はオプションのこのエントリー&ドライブもついてるんでひねるだけと、はい、そして中乗るとこんな感じでステアリングは、まあ、先ほどちょっと触れましたけどセンターマーキングがあるタイプ、そしてこの辺なんかも質感バッチリです。やっぱりポルシェっていうとこの5連メーターって感じですよね、はい、で5連なのにちゃんとこうしっかりこのハンドルのここに収まって、うん、ちゃんと視認性もいいんですよ。そして当然のスポクロ付きで、はいはい、ここは外せないですよね。しっかりついてございます。でちょっとオンにしてみましょうか。ナビ関係は結構進化してますよね。そうですね、はい、まあ、基本的にはパナメーラとかあとカイエンとかと同じような、ちょっとモニターはあれですかね、少し小さめですけどしっかりこの辺もついてて、で今回の車なんとシートヒーターもしっかりついてると。快適装備も充実じゃないですか。充実ですね、こんな感じで。でこの世間をザワザワさせたシフトですよ、はい、一部じゃヒゲ剃りとかやるこんなシフトにもなってて、でドリンクホルダーもついてるといいですね。でアームレストの中はしっかりこの辺も全部レザーで、はい、ちょっと容量少なめですけど USB と SD カードと SIM が刺さるようになってます。そして何がいいってシートがいいんですよ。ポルシェめっちゃ座り心地よくないですか。いい、この適度なホールドと、でこう電動で高さと、はい、あとリクライニングできるようになってて、いいですね、はい、天井関係は普通の黒のファブリックで、はい、バイザーもこんな感じです、はい、で今回の車レーダードラレコもしっかりついてると、ついてて嬉しい装備がしっかりついてるんですね、はい、こんな感じになってます。ちょっとサンルーフ開けてみたいと思います。こんな感じで、まあ、サンルーフ結構好み分かれるところじゃないですか。そうですね、うん、ない方がいい派とあった方がいい派と、うん、ただもうこの開放感を求める方にはもうもってこいな、そんなのがついてございます。ちょっと後ろも見てみましょうか。ちょっとじゃあ後ろの席も、じゃあ乗り込んでいきましょう。もうちょっと乗るまでもない感じですけどね。 そうですね、まあこの辺は昔ながらの991リアシート一応ついてますっていう。そうですね、当然こう前に倒してもこうスライドもしないしよいしょっていう感じで乗り込みますけど、私の身長173センチで頭は伸ばせません体育座りでお願いします。そしてシート前にやらないとちょっと、だからもう本当に緊急用かもう荷物を置くぐらいで、ただまああるないでは全然違うからね。そうですね、はい、はい、まあ、そこの辺はフォークスターケイマンと大きな違いじゃないでしょうか。じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、意外に広いっていう、うん、深さ結構ありますよね、うん、で4駆になるとちょっとだけここが出っ張ってて容量が少なくなってですね。はい、じゃあ続いてエンジンルームを、はい、エンジンルームの横って言っても、はい、ほぼ見えない。そうですね、はい、まあ、基本的にはもう本当に下から整備と、うん、あと専門のメカニックが整備する感じなんで、まあ、エンジンルームって言ってもそんなに本当にこのファンがついてるぐらいですけど、スペック的には3リッターターボの450馬力十分ですね、はい、普通の車の考えでいくとちょっとこうベースグレードってちょっと寂しかったり物足りなかったりするじゃないですか、うん、違うんですよ、うん、僕彼らのそのやつあのアリーナ店で乗ってびっくりしました本当に、うん、なんだこれと思って、うん、楽しい。で上のグレードは上のグレードでまたちょっとその過激な感じも楽しいですよね。だからもう、まあ、もちろんその上もさらにありますけど本当に、まあ、好みとか、まあ、予算もあるでしょうし、それで合わせてこう自分に合ったポルシェ乗るともうちゃんとポルシェを楽しめるんで、いいミニと似てる感じ。確かに確かに言えてますね、うん、ミニもこうワン、クーパーそれぞれ個性あります。そうそうそう、はい、で今回の車はその四駆っていう部分とこの豪華装備っていう部分、うん、はい、評価していただけるかなりいいんじゃないかなと思います。しれっと流すには相当モテますね。そうですね、モテますね、これモテ車ですね、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。最後になりますけれども、月村さんからお知らせが。現在ボンドカーズでは買取を強化中でございますので、ちょっと手放したいなとか乗り換えたいなとかいう方はぜひお声掛けください。全国どこへでもお話をお伺いしながら査定させていただいて、高価買取させていただきたいと思います。はい、というわけで今回はポルシェカレラ 4S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。